ガリシア州内の位アグディーニャは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体で、コマルカデビアナに属する。ガリシア統計局によると、2013年の人口は1508人。カスティーリア語表記は、ラユーナ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.60%。アグディーニャは、オーレンセ県の南東部に位置し、コマルカデビアナに属する。北は、 ビラリーニョでコンソ、ビアナドボーロ、東は、ア・メスキータ、西は、カストレーロド、バル、西から南にかけては、リオスの各自治体と接し、そして南は、ポルトガルとの国境を形成している。アグディーニャは、ベリン司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。住民は8の教区の16の地区に居住する。自治体主長は、 ガリシア国民党のギジェル・モラゴ、ペレス、自治体評議員は、ガリシア国民党、5、ガリシア社会党、3、ガリシア民族主義ブロック、1となっている。アグディーニャは8の教区に分けられる。ありがとうございます。